おー、そうだった。おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、最終章前編 B パート、続きやっていきたいと思います。サラちゃんパートが一段落して、ケイジさんの視点のパートになりましたね。で、舞ちゃんと Q 太郎さんが今一緒にケイジさんを出迎えてくれたっていう感じなんですけど、舞ちゃんクソ怪しいんだよね。舞ちゃんが人間説が濃厚ですが、とりあえずちょっと話しかけていきますか？じゃあ Q 太郎さんから話しかけようか。まだふわふわしとるぜよ、ケイジ。現状を確認したい。サラちゃんたちは？会話をやめる。現状を確認したい。今って、どんな状況？サラたちが ID カードを手に入れて、上の階に行ったぜよ。棺管理システム、うまくいったんだね。焼肉にならずに済んでよかったね。本当にね。とにかく安心したよ。みんな無事なんだね。ううん。それがね。車田くんが大きな傷を負って。メイプルはまだこの階で暴れてるがじゃ。なんだって。二人はよく無事だったね。上の階に逃げよう。二人はよく無事だったね、かな？うん。二人はよく無事だったね。まあな、棺の中に隠れてやり過ごしたぜよ。え？もしロックがかかってたら。そん時はサラたちが解除してくれるだろ。なるほどね。でも、ずっとここに隠れてられないよ。うん。サラちゃんたちとも合流したいしね。きっと泣いちゃうよ。上の階に急がなきゃ。じゃけん、メイプルが追ってきたら全員危険にさらされるぜ、絶対。じゃけん、メイプルが追ってきたら全員危険にさらされるぜよ。じゃあ、どうするの？考えはある。メイプルがエレベーターを使えないように電源をオフにするぜよ。それって、美術室にあるブレーカーのこと？でも、それだと私たちも取り残されちゃうよ。なーに、ここはあの分厚いシャッターもある。安全じゃねえか。きっと操作してるのも制御室にいるサラたちぜよ。つうことで、おーい、誰か、シャッター開けてくれぜよ。いやー、ごめんね。監視カメラ映ってないんだよ。見えないんだよ。これ申し訳ないな。コミュニケーション取れないの痛いよね。Q太郎は手を振り合図を送るが、何も起こらない。誰も見てねえのか。監禁状態か。おとなしく待とう。出る方法を考えよう。まあ、ここにいなかったってことは出る方法を考えたんだと思うけど。っていうのことで出る方法を考えようか。とりあえず、出る方法を考えようか。じっとしてられねえしな。詳しく見て回るか。オッケー。あ、久しぶりにこの BGM 聞いたわ。懐かしい。さあ、周り見るけど、あ、こことか、この遺跡。石碑？遺跡じゃなかったわ、石碑。あ、違うっぽい。どっかの棺が、なんかに繋がってたりとかする？舞ちゃんが入ってた棺とかに、なんか違う場所に繋がってる、こう、扉とかついてたりしないの？早坂の入ってた棺、ひな子の入ってた棺、乱丸の入ってた棺、車田の入ってた棺、安ずの入ってた棺、舞の入ってた棺、あれ、なんもなさそう。石碑じゃなくて、シャッターを、そう。とても大きなシャッターが出入り口を塞いでいる。これ、やっぱりさやちゃんたちが閉めてくれたんだよね。ああ、おそらくな。ああ、いや、調べられるところもうないんですけど。どうするの？ん？とりあえずセーブはするけど、自分の棺調べればいいのかな？さっきまで自分が入ってた棺。お？ん？中に何か文字が。左から、1、2、3、7、6、5、4と書かれている。1、2、3、4、ん？ 1、2、3、7、6、5、4ってこと？入ってる時は暗くて気づかなかったな。なるほど。1、お、2、3、7、5、6、4だから、4、5、6、7。
どうよ。来た来た簡単でした。おや？ゲージ見ろ！こっちの壁動いたぜよ！押したら開きそうだよ！どうかな？舞は壁を押した。ん？どこに繋がるんだ？おお、ここに出るんだ！ここに繋がってたぜよ！やったー！出られたね！本当はすぐにでも5階へ行きたいけど、エレベーターの電源を落としに行こうか。そうだね。そうよね。サラちゃんたちのところにメイプル連れて行くわけにいかないからね。あー、じゃあ移動しましょうか。美術室。ここに、他のとこ一応見てもいい？まあ、何もないと思うけど。まあ、さすがに何もないか。あれ、メイプルどこにいるの？どこにもいないけど。おーい。じゃあ、ブレーカー落とすか。メイプルどこにもいなかったわ。これが、エレベーターの電源だよね。オフにしよう。ブレーカーをオフにした。これで、メイプルが上の階に行くことは防げるはずよ。私たちは、墓地に戻る？そうだな。見つかる前に。待て！誰か来る！隠れるぜよ！これどこに隠れたの？これメイプルだよな、多分な。あー、メイプル。あれは、メイプル。どうするぜよ！倒れちゃったね。様子がおかしい。近づいて遠巻きに観察しよう。動けないように見えるけど。ああ、じゃあ近づいてみようか。メイプルに近づいた。ケイジ、キュータロウ、マイ、近寄らないで。みんなに、ひどいこと、しちゃう。大丈夫だ。メイプルを抱え上げた。刑事さんかっこよすぎる。あ、久しぶりの刑事さんの活躍にもう一生胸が高鳴る。おい刑事。あ、寝かせてあげたんだね、ここに。ほら、おまわりさんは傷一つないよ。優しいね。どうやら落ち着いて会話できそうだね。なるほど。メイプルと会話しよう。できるのかな？え？調べてないけど。じゃあ少しお話聞けそうなんだったらメイプルとね、話したいけどね。私、みんなに、ひどいこと、した。私たちが、緑の ID カードを奪ったからだよね。ねえ、あなたは、そんなに緑のことが好きなの？うん。でも、殺さないといけないの。あ？メイプルちゃんも、ママじゃなくて、ママって言っちゃった。びっくりした。緑のことを殺さないといけない立場にあるってこと？妨害者は、みんな、生存者以外を殺すために活動する。あー、そっか、じゃあ、それの中に緑も含まれてるんだ。なるほど。私の殺害目標は、ナンバーフォーの棺に入ってたもの。ナンバーフォーは、早坂か？1,2,3,4,5,6,7 でしょ？だから1が、ひなこ、2がらんまる、3が車だ、4が早坂、5があんず、6がまいちゃん、7が、まあまあ。なんだろう、今日すごいわ。緑っていう名前じゃなくてパッとママって出てきちゃうわ。どうしたんだろう、過去に戻っちゃったのかな、私。え？ひよりくん、なの。あ、ってことは、棺の中に書いてあった順番っていうのはあの場限りの順番で、二
普通に数えるとしたら 1,2,3,4,5,6,7 ってことなのかな。まあどちらにしろ 1,2,3,4,5,6,7 かもしれないけど、まあここが真ん中が4になるってことはそういう数え方するってことだよね、きっとね。ひよりくんなの。そんなら俺たちの味方だったんじゃ。本当はそう。でもひよりくんはある障害をつけた。ん？ああ、うわ、これも仕組んでたんだ。最悪、乙女心持て遊びやがって。恋のプログラム、私はひよりくんを好きになるように設定されてるの。設定って？だから私はひよりくんを殺せない。でも、もしもみんながこの恋を終わらせてくれたら、私はひよりくんを殺す武器になった。私はそういうギミックなの。何それ、あなたの感情はゲームの仕掛けの一部にされてるってこと？うん、メイプルちゃんかわいそうだ。でもこの感情は幸せだった。いや、苦しい。ユリ君の想像よりずっと。だから暴走しちまったのか。ごめんね。時間がない。 おい、しっかりしろぜよ。ロッカールーム左側の真ん中調べて。パスワードは1374。中のもの手に入れたら、また、ここへ。ありがとう、もっと教えてほしい、また来る。これは素直に感謝しよう。ありがとう。ありがとう。また来るよ。行こう、ロッカールーム、何か見つけないと。そうしよう。いやー、メイプルちゃんはいい子だったんだもんな。そうなんだよな、メイプルちゃんって全然悪い子じゃなかったんだよ。みんなと仲良くしたいって言ってたんだもん。ただ、日和そうこと、みどりことママのことが好きだっただけなんだよ。左側の真ん中って言ったね。調べよっか。ん？左側の真ん中ってここか。俺のことか。ケイタロウさん、このロッカーにパスワード入れてみようよ。わあ、任せろ。すっかり息が合ってるな。ああ、灯籠だ。開いたぜよ。灯籠を手に入れた。なんだろうね、これ。明かりかな。戻ってメイプルちゃんに聞いてみようよ。はあ。そっか、下の階でも灯籠を手に入れることできたんだね。じゃあ美術室。メイプルちゃん持ってきたよ。おい、メイプル。よりくん。おい、しっかりせ。よりくん。ダメだ、気づいてない。壊れちゃったの。メイプルはこの灯籠を手にしたら戻ってくるよう言っていた。調べさせようとしてたぜよ、この部屋を。灯籠使ってみるか。あー、だからサラちゃんたちがここで灯籠使おうとした時は光らなかったんだ。多分この灯籠じゃないとつけられない仕組みでもな、あったのかな。さあ、あったね、これね。どこかの風景の絵。なんだ、この絵だけ見え方が違う。調べてみるぜよ。けど届く？
ジャンプするぜよ。おお、よくやった。おお、すげえ。えい、だだだだ、そうだよ、キュー太郎さん怪我してるじゃん、無理しないで。キュー太郎さん、傷口開いちゃうよ。すまねえ。だが、あの絵の奥にスイッチがあるぜよ。俺が飛ぶよ。よっと。スイッチを押した。これで何か変わったのかな？あー。メイプル、ひよりくんとずっとつぶやいてる。いや、舞ちゃんが辛そうにしてるの見るとなんかあれ？あれ？怪しいと思ってたのにな。ほだされるの早いな、私。じゃあ行こうか。ここだね。ロッカーの先に真っ暗な通路がある。隠し通路か。ねえ、行ってみようよ。メイプルちゃんが伝えたかったこと、知りたいし。だね、入ろう。それじゃあ、行こうか。まあ場所は同じだろうけどね。うんうん。で、スイッチかな？電源かな？うわー、びっくりした！ちょっとやめてよー、もう。そっか、刑事さんはまだ幻影に取り憑かれてんだ。あれ、セーブできねえし。終わった。やだわ、もう。これしか調べられないじゃない。やめて、電源消そうよ。はい。消えたわ。どうしたぜよ。いや。普段通りさ。ああ、いつも見えてるんだね。もう、怖いわ、マジで。あ、で、もしかしたらここの中に何か もともと入ってたりしたのかな？大きな箱には修理済みと書かれた紙。開けてみよう。箱、じゃない、棚を開けた。うわぁ！びっくりした！ちょっと待って。もう今腹筋筋肉痛なんだからさ、叫ばせないでくれ。言って。びっくりしたわー。もう。緑の生首入っとった。生首！緑の！いや、人形だね。箱の中に手紙が入ってるぜよ。これは、メモ用紙。日和様へ、遅刻失敬。左目及びその周辺を無事修理しました。充電すればしっかり動きます。汚い字ぜよ。なんや？人形の弱火ってことか、これ。持っていこう。持っていこうか、これ。いやー、緑の生首小脇に抱えながら歩く刑事さん、ちょっと、奇妙すぎておもろいな。マジぜよ。何かに使えるかもしれないからね。緑の頭を手に入れた。うわー、所持品に緑の頭入るの嫌。ああ、左目と周辺を修理したと手紙に書かれてる。あーってことは、今の緑の左目、もしかして弱点ってことかな。他調べられ、くしゃみ出る。あ、失礼しました。ドリンクサーバーが置かれてる。お、なんか飲む？ホットしかないけど。げー、ホットか。いやー、あれか、アイスが好きなのか？はちみつレモンがいい。キュー太郎さんもケイジさんも飲もうよ。お、それなら、まあ。好きなのか？高校の時の部活を思い出すぜよ。あー、蜂蜜レモンね。よくあるよね。あの、レモンの砂糖漬けとかね。あれ、いいよなー。私も好きだったな。ドリンクサーバーで少しだけ癒された。でもさ、あれさ、相当砂糖入れないと、あの、レモン甘くならないんだよね。だから、あの、自分で、手作りの砂糖漬け？その、レモンの砂糖漬け、作るときに、めちゃくちゃ驚愕した。あ、こんなに砂糖入ってたんだって。あんだけ甘く美味しいって食べられてたのって、この大量の砂糖のおかげだったんだって思って、驚きと、そこから、レモンの砂糖漬けをあまり食べなくなりました。他は、工具が多種多様に取り揃えられ、工具が多種多様に取り揃えられている。ちょっとワクワクするね。まあ、わかるわ。なんか工具系とか見るの好き。私も。スパナとかね、見るのね、好きなんだよね。
私、高校の時にちょっとボートをやっておりまして、ボートを漕ぐために自分用に、自分の高さとか、こう、やりやすいように設定しなきゃいけなかったんですよ。それをリギングって言うんですけど、それの時にね、スパナをよく使ってて、だからなんか、スパナをこう、触ってるのがすごい好きでしたね。特に10番が好き。伝わらないね。じゃあ、他調べようか。ドアの前には鍵穴のついた機械がある。チェ、指紋認証ならできるのに。うん、やっぱりダメだった。鍵穴に指当ててもそりゃ開かんよ。一応指を当ててみるんだね。まあ開かなそうだね。光に照らされたベッド。寝ようかな。寝てみるの？それしかないか。あとはライトからまばゆい光が照射。歯医者を思い出すね。緑の頭をここの上に置いたら何か起きるとかないの？ないか。あ、灯籠つけたら何かある？何もないです。じゃあ戻ればいい？かな？実際これで、灯籠この辺は多分意味ない。どこだったっけ？墓地でも確か、ここ灯籠つけられない場所だったよね。多分何かあるよ。うわー！全部色ついてる。全部色ついてるけど、何か見れるわけでもないのか。そっか。石碑にも何も特にないか。そっか。あれ？調べられるわけじゃないんだね。さあ、メイプルちゃん、ひよりくんってずっと言ってるな。ああ！そっか。なるほどね。ねえ、メイプルちゃん。ほら、ひよりくんだよ。あれ？固まっちゃった。ちょっと。あれ？おーい。あれ？固まっちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか BGM 変わってるけど、画面動いてないから。はい、戻ってきました。大丈夫かな？よかった。ひよりくんだ。嬉しい。はあ。ありがとう。灯籠、見つかったんだね。メイプル、知ってることを教えて。君を治す方法は。治す方法聞きたいね。君を治す方法は。無理、だよ。それより、話を、聞いて。宴について、教えるね。そうだね。死者の宴が、うんたらかんたらって、ずっと開かない和風の扉のところに書いてあったもんね。宴？宴は、このサブゲームの最終手段。唯一、クリアできる方法。何？大きな門にずっと書いてあった。死者が揃えば宴が始まる。それってダミーズが関係ある、棺が関係ある、死体が関係ある。ダミーズなのか？いや違うか。死体。ダミーズかなと思うけど、次は物理的に絶対動かせない。死者が関係ある。死者。あ、死者じゃないわ。死体か。もしかして指？小指持っていけば扉が開くとか、小指が鍵になってるとかってことなのかな？違うかな？死体が関係あるのかな？そうじゃない。違ったわ。でも、完全に間違いとは言えない。棺なの。ほう！棺が関係してる。本来、棺に入るものは死者。そして、墓地には7つ棺がある。なるほどな。いや、なるほどねとか言いながら分かってないわ、あんまり。あ
の中を再び7人で満たしたとき、宴は開かれる。そうすればダミーズもみんな助かるの。どういうこと？だって私たちはペアの相手を殺さないと。本当にそう聞いた？え？もしも屍に戻りたくないのなら、ゲームが終わるまでにペアの相手と入れ替わるんだ。入れ替わる。彼女を代わりに死体にするといい。ペアを殺すんだ。入れ替わる。あなたたちの本当の指令は、自分の身代わりを作ること。殺すというのは、自分の棺に入れること。はあ、なるほど。っていうことは、自分のペアを自分の棺に入れることが、そのクリア条件ってことは、緑が入ってた棺にはメイプルを入れるのが正解ってことかな？誰でもよかったの。タミーズでも、人間でも、生きてても、死んでても。あ、そうなんだ。誰でもいいんだ。それで、よかったのか？なんてことだ。はじめから、ダミーズと争う必要なんて、なかったんだ。クリアすれば、首輪の爆弾は、止まる。それじゃあ、電池切れは？電池切れしても死んじゃうんだよね。クリアした後は、充電してもらえるの？わからない。ひよりくんは、私も、あなたたちも、ギミックとしか、思ってないかも。そんな！でもね、まあいい。停止するだけ。体は残るの。あなたは、生き返る可能性を、秘めてるんだよ。無理に、決まってるじゃん！誰が生き返してくれるの？アスナロって組織が、情なんてかけるわけない！初めから、使い捨てる気だったんだよ！助かりっこないのに、あがく姿を見て、楽しんでただけ！俺たちが、生き返らせる！方法はまだわかんねえが、絶対に見捨てねえ！絶対にだ！九太郎さん！仲間だからね。仕事が増えたね。仕事じゃない！仲間だ！仲間だからね。おい、よう言ったぜよ！大丈夫。仲間がいる。怖くないよ。よかったね。三人を見てると、私も。メイプル。おい、メイプル！死んじゃったの？生き返らせるさ。彼女だって、体は残ってる。可能性はあるんだ。そうだね。なんか落ちてる。床に何かが落ちてる。小さな鍵を手に入れた。メイプルちゃんが持ってたのかな？メイプルは緑の頭を抱え、幸せそうな顔をしたまま動かない。あれ、でも私たちが、
メイプルちゃんを発見した時は緑の頭はもうなかったよね。頭どこに行ったんだろうね。じゃあ、鍵の使い場所、あ、そっか、あれだ。ここの鍵かかってるとこ開くんじゃない？どう？鍵合うかな？メイプルが持ってた鍵、使えそうだね。開いたぜ！やった！ロックが解除されたよ！さあ、この中に何があるんだ？か？ハンナキみたいな帽子、なんかストロー刺さってそうな帽子かぶってそうな人影に見える。なあ。人影が見える。誰？ハンナキだね。しまった。貴様はハンナキじゃねえか。電気ついた。今回は敵じゃないんです。殴らないでください。しないよ。ちょっと話を聞くだけかな。なるほど。ここでハンナキ久しぶりに登場するんだね。気になるけど、ちょっと今回これで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回ハンナキから根掘り葉掘り聞いていこうと思います。逃げられると思うなよ。ということで、また次回。アツピアでーす。